無理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 こういう天候でしたが、プレー振り返っていかがですか？本当に大変でした。前半はまだ雨があまり降ってなかったんですけど、後半は本当にずっと降ってて、しかもインコースっていうタフなところで、もう結構、どれだけ耐えれるかっていうのをすごい自分の中で覚悟を決めて頑張ってきたな。頑張って、ワンオーバーで、最低限で抑えることができたなと思います。悔しい2つのボギーがありましたが、その入りはいかがでしたか？やっぱりフェアウェイキープしないと、ボギーになるんだっていうのは本当に最初の2ホールで改めて思って、その後の、ティーショットではもう必ずフェアウェイに、思い切り振っていこうっていうのを、強く考えたおかげで、それ以降のショットはかなり良かったかなと自分では思います。今日のプレーを振り返って良かった点とかってございますか？はい、それこそ、最初の2ホールはティーショットあまり良くなかったんですが、それ以降 の, ドライバーはかなりフェアウェイを捉えていて、そこから の, アイアンが、結構、もうちょっと寄ってほしいなってのはあったんですけども、結構泥がついたりして、まだ自分は未熟でちょっとそこら辺分かんなかったりして、パーオンぐらいでとどめることしかできなかったんですけど、今日の天候だったらこれぐらいで許して、次に向けて、次明日以降に向けて頑張っていきたいなっていう感じです。明日も天候の方が心配ですが、明日に向けて最後一言意気込みお願いします。はい、今日雨の練習ラウンドをできたということで、明日も雨っていうので、今日と同じゴルフ、もっと改善しないといけないところとかありますけども、しっかり、アンダーで回ることができるように、一打一打、思い切り楽しんでいきたいなと思います。